3キャストゲーム始まりました。今回の挑戦者は旅ます1号。うだる暑さの残る北宮城フィッシングエリアからお届け。最初に投げるは旅ますスプーン。さあ1号さんの挑戦です。1投目キャスト。どうだ？比較的スローに巻いてくるデカピット 1.5g。 さあ集中している。比較的ライズは多めか。ここで1投目終了。さあ次はルアーを変えるのか。いや、このまま2投目キャスト。少しレンジを上げているのか。ロッドを立てているぞ。さあどうだ、こちらもスローに引いていく。来るのか。いちごさんやりました。ここからが重要、ランディングですね。問題なくキャッチ。3キャストゲーム2投目で1ポイント。旅ますいちごさん。さあここで釣り上げましたのでルアーチェンジになりますね。さあこれまでスプーンを投げてきましたいちごさん、どう出るのか注目です。ちょっと時間がかかってるぞ。制限時間は5分。間に合うのか。さあどうだ、ルアーチェンジが終わったようです。続いてはクランクベイトですかね。クランクを投げていきます。3投目キャスト。さあこちらもスローに巻いてくる。比較的競争を狙うか。ああここで通行者。さあ集中は途切れないのか。やれるのか。ダメだ、諦めました。旅ます1号さん、結果3キャストゲーム1ポイント。さあいかがだったでしょうか。3キャストゲームお送りしました。今回は私自身が、釣りをした、映像を、実況させていただきました。なんと言いますか、1投目からタミマススプーン、投げさせていただきましたが、反応がありそうでない、そんな状況でしたので、2投目から、表層を狙ってみると、ちょっとこうレンジを上げて、巻いてみたところ、なんとかね、1匹釣り上げたという状況です。3投目はね、実はこれ映像にはねこう後ろ向きなんで分かんないんですけれども、キャストを失敗してるんですね。はい、なので、なかなかね、もうこのまま続けるのもどうかっていうところで、巻き上げてしまいました。まあ通行人の方いらっしゃいましたけど、そんなに気になってるわけでもないので、映ってしまったね通行人の方、申し訳ございません。モザイク処理を全部いたしますので、はい、よろしくお願いします。はい、以上で、終わりにしたいと思います。旅ます3キャストゲームでした。バイバイ。